俯瞰筑田伝とは、律令成果で、素谷自事をすべきたであるにもかかわらず、その年には荒廃し、発種されなかった伝示を指す。反伝集受法において、反年と反年の間には、反伝図に登録されながら何らかの事情で荒廃に、返した伝示も生じた。これが俯瞰筑田伝であり、そのため、原則として、次の反年には消滅するはずなのであり、本来は、 新たと同義語ではない。しかし、10世紀以降、反伝収受が行われなくなり、国々の伝数が固定化、形式化するにつれ、俯瞰佃田伝の面積は諸国における後輩伝を示す数字と同じものとみなされるようになった。平安時代には、天才、逃亡により工作ができなくなる光伝は、恒常的に存在し、国司は毎年他の数を、 大上官に報告し、免疫を受けている。これにより、国士が元素を着服し、私服を肥やす一方で、省縁性により、元素の納入及び、香水孤島の割り当てを拒絶する傾向が強まった、ことをも示している。国内の輸送電のうち10分の1が、俯瞰つくだ電の場合を、零負瞰、10分の2以上を、過分負瞰と言い,い、その三分の二を免除されている。 礼府官は、地方政治の主官により、国司が新たを過分に申告する虚偽の報告をしたため、10分の1までを無条件で公認し、取り締まったものである。過分府官の場合は、大乗官での裁定が必要とされた。大乗官が天皇に、俯瞰筑田殿の数を創上することを、俯瞰筑田殿僧という、ありがとうございます。